リボンチャンネル。え、ミオちゃん彼氏できたの？そう、なんか遊んだ後告白されて。いいな、ずっと好きだった人だよね。うん、そうなの。へえ、いいな。木崎陸、中学2年生、春。最近私の周りは彼氏や好きな人ができたとか、そういう話題で持ちきり。いいなぁなんて言っちゃってさ。ん？次はあんたと柊くんの番でしょ。ん？ん？俺の名前呼んだ？ギャー！何？驚きすぎでしょ。ちはや！柊ちはや。私の幼なじみで。何？もしかして俺の悪口言ってた感じ？やだ。ブー。違うよ。今の聞かれてはないよね。私の好きな人。まあいいや。とりあえずリク、目閉じて。目？なんだけど。そんで開けて。一体何？すげえ！リクやっぱ超いいリアクション。ちょ、何それ怖すぎでしょ。超いい感じじゃね？全然いい感じじゃないわよ。てか笑いすぎ。ほらもう一回見てみて。だからやめてって。ちはや、みんなで鬼ごっこするけどやらね。おお、やるやる。てか見てこれ。うわキモ、何それ。昨日見つけて1万で買った。バカだろ。超よくね。なんていうか、柊くんとの恋愛はなかなか難しそうね。そうなのです。私の好きな柊千早は恋愛のレの字のかけらもないお子ちゃま男子なのです。結局今日も一日何の進展もなく終わってしまった。ルーちゃんにはもうさっさと告白しなさいよなんて言われたけど、絶対好き。俺も好き。てかみんな好きとか言われる未来しか見えない。はあ、もうどうしたもんか。ん？じーぎゃー。ちょ、何？教室でもだけど急に現れるのやめてくれない？心臓に悪いから。ちょ、手出して。手？ジロールチョコ？まあなんだ、気にしなくても大丈夫だ。俺らの価値は小テストなんかでは決められないから。え？チロルチョコを見てみろ。こいつらは20円なのに20円の価値しかないわけないだろ。つまりそういうことだ。え？一体何の話をして。あ、もしかしてさっき返された小テスト悪くて落ち込んでると思って励ましてくれてる？つまり俺も9点でも満点の価値のある男で。理由全然違うし励まし方独特すぎでしょ。やっぱ千早のこと好きだな。ちなみに私小テスト満点だったよ。え、じゃあなんで落ち込んで。それは内緒。彼女になるにはとりあえず千早に私を意識してもらわなきゃだよね。意識ってどうやって。千早。お、俺先帰っとくからまた後でな。うい。柳葉くんと遊ぶの？遊ぶっていうか泊めてもらう感じ。泊まり？なんか昨日から親父とおふくろ謎に旅行行っちまったんよ。だから飯ないし風呂も沸いてないから柳葉の家行かせてもらおっかなっていう。へえ、そういやうちも仕事で誰も今日いなかったな。ん？待てよ、うちに誰もいないってことはこれは千早。ん？私を意識させる。今日私の家に泊まりにおいでよ。チャンスだ。え？私の方が柳葉くんより家近いし楽かなって思って。ってさすがにこれは大胆すぎた。でもこれはもう意識するしかないでしょ。
リク。行く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 、それはマジ助かる、ありがとう。これは完全に意識してないやつだな。てかリクんち超久々じゃね、昔よく行ってたよな、懐かしい。そんじゃまた後でな。うん。こうなったらもうこのお泊まり会で絶対に千早を意識させてみせる。お邪魔します。千早、いらっしゃい。あれ、リク、学校の時となんか違う。よし来た。ズバリ、可愛いルームウェアといつもと違う髪型でドキッと大作戦。そうかな。聞いてる聞いてる。うん、なんか春の大増刊号リボンスペシャル大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。チャンネル登録よろしくパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。これは毎日見るしかないパス。次の動画も見てね。